やっぱり。なんだ。あとエラーか。食べてもいいサイズかもしれないですね。何センチか知らないけど15センチぐらいあるんじゃないの。尻尾が短いからね。尻尾までで18だけど、おう、びっくりしたすまんね。私はね、今の魚もなんて魚かも分からなかったんですよ。でも友達とかに教えてもらって、ベラって言うんだよって言って。で、前に、釣ったはいいけど、針が飲み込んでて外せなくて、弱っちゃった時に、唐揚げにして食ったことあるんですよ。そしたら普通にうまかったです。だから食べてもいいんだけど、見た目がね、ちょっとこう、カラフルすぎてちょっと気持ち悪いっていうか、ベラには悪いんだけど、俺にも好みがあるから。お、来たらしい。あ、しなってるなあ。メジナだ。俺もそれが釣りてえんだよ。釣れねえんだよ。メジナを狙ってメジナ釣ってるからすごいです。やっぱ来い。来た来た。またか。あ、違う。今度はフグだ。ちっちゃいフグ。うわ、膨らんだ。怒ってる。ごめんよ。そんな怒んないで。くんぷくんじゃないですか。すいませんね。ちょっと失礼しますよ。来い。来た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 。なんだ。ベラの色違い。またアイゴか、これ。すんげえ引くだな。あそこはもうアイゴの住処なんだな。入ったろ。来た来た、やっとメジナが来た。やっと来たメジナが。やっと来ました。いやー、やった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 。会いたかったよメジナちゃん。メジナの中ではちっちゃい方、逃がす大きさですね。おう、この大きさのメジナはね、釣れるんですけどね。かわいいな、やっぱり。でもメジナでね、多分食べるサイズって言ったら30センチとか、せめて20後半とかだと思います。そんなん釣ったことないけど。やっとメジナ来たよ。あのサイズであれだけグンって引くってことは、あの一般的なサイズの30センチとかってすごいんだろうな。
はい、ベラか。ベラでした。ちっちゃい、ちっちゃい、10センチぐらいか。ベビーベラ。いや、しかしカラフルだな。やべえよ、今日楽しいよ。釣れまくってるから。メジナもやっと釣れたしな。いや、俺メジナのね、食べても罪悪感感じないようなサイズのメジナを釣りたいんですよ。まだちっちゃくて、ちっちゃいんだけど針を飲ませて弱らしちゃったメジナしか食べたことないから、ちゃんと胸を張ってメジナを食いたい。誰もいなかったけど、さすがにやっぱ夏だからまだビーチにも人がいますね。クラゲ大丈夫なのかな。まあ、その後ね、ちっちゃいメジナをまた釣ったりとか、ベラをポンポン釣ったりとかもやったんですけど、やっぱりね、こう食っちゃうぞっていうようなメジナは釣れなかったです。アイゴがね、食べられるそうなサイズだったんだけど、ヒレの毒をうまいことかわしながら、ハサミで多分まずはヒレを切っちゃって、その後やればいいんだろうけどね、ちょっとね、それをやる自信がないっていうか、リスクがでかいっていうか、そのままリリースできるんだったら、わざわざその毒のある背びれをどうにかして 食いたい気持ち、それ慣れてないのにやって、なんか痛いってなってすんげえ腫れたらどうしようっていうのがあるんで、やめました。現地で食いたかったんですけどね。また次の機会ということで、これから帰ります。まあでもいっぱい釣れたんで楽しかったです。